ITS 北間は2010年4月11日から2015年3月22日まで放送された栃木放送と茨城放送を結ぶ同時性放送番組である。番組では北関東自動車道で結ばれた茨城県、栃木県の情報を提供する。交通情報、天気予報は ITS 北間交通情報、天気予報として放送している。それ以前にも 火曜13時30分の時間帯で、桂先生のごまをすり回すが、茨城放送と栃木放送で、同時性放送されていた。茨城放送では、おもしろオカルイバ、ラジオ、おもしろオカルイバ、ラジオ2、おもしろオカルラジオ、サンシャインカフェシエスタ内で放送。CRT アナウンサー阿久津隆一と、IBS アナウンサー渡辺美奈子が担当していた。北ホットライン内で、 2011年に北関東自動車道が群馬まで開通したら FM 群馬も含めた北関の番組を作りましょうと阿久津と渡辺で話していたが FM 群馬はラジオベリーと2011年3月3日から5月26日まで毎週木曜日に期間限定プログラム北関ザネクストを放送していた茨城放送内にある番組のブログ今週の北関 聞いたかん ?2010 年5月9日参照。三都市から宇都宮市までの詳しい乗車データが掲載されている。茨城放送では、IBS ふるさと放送局、栃木放送では、サッカー中継が編成された場合など。2010年6月6日は、茨城放送側が、IBS ふるさと放送局、栃木放送側が、 サッカー J2 リーグ中継土地岐福岡線がこの枠で組まれたため、両県も同番組が休止となった。この場合、大田の登場率が高かった。ありがとうございます。